はようございます。釣り子 TV です。これね、ジャッカルのダウズスイマーの、今年のね、新色なんですけども、これでね、まあ、見やすいんですけども、バイトもすごい見やすい、いいのが撮れましたよっていうことで、まずはこちらをご覧ください。おー、食った。止めたら食ったね。ありがとうさん。よいしょ。新色ダウズスイマー。
はい、小ぶりだけどね、ダウズスイマーの新色来てくれましたよ、復刻くん、イエーイ。こんな感じで、XSDC にね、P ラインを入れております。このね、新色ね、昼間でも結構釣れますね。どんどん狙っていきます、イエーイ。はい、というわけでね、このカラーね、最近昼も夜もね、あのお気に入りで使ってるんですけど、まあどちらもよく釣れるっていうことで、こういうね、視認性のいいカラーだから、あ、ルアーがあそこにあるなーなんていう風にね、感じながらアクションさせることができて、でそれでね、まあよく、まあ、動画なんかでも最近言ってるんですけども、浮上アクションね、シーバスがこうルアーがで最後にこう上昇軌道を描いた時に反応しやすいよなんていうのね、実際にこう追っかけてくる魚とか見たりとか、船べりバイトを取ったりしてると特によく感じるんですけども、今回もね、本当、沖から多分ずっと追ってきたんでしょうね。で最後はいい動きしてるな、ふわっなんていうね、ちょっとやったら下からたまらずもんどりバイトっていうね、こういう感じの展開だったので、ぜひですね、こういうルアーでやるときでも、ミノーのときなんかもね、結構あるんですけども、船際のときね、サササササーフッてこう巻き上げるんではなくて、船際で一回止めてね、魚が浮上してきて食わないか、そんなところをね、ぜひイメージしてやると結構釣果に結びつきやすいんじゃないかな。もしくは数釣りなんか好きだよなんていう人も、一匹でもね多く釣るっていうと、そういうね、船際のバイトをねしっかり取っていくなんていうところがですね、数を伸ばすコツだったりしますので、で反省点ありまして、今回ね、すごい釣れて、あ、楽しいな楽しいななんて思って持って帰ってきたらね、これ普段ちゃんとやってるんですけど、これはい、クイってね、尻尾がね折れ曲がっちゃったんですね。これね、ブリスターパッケージに入れて毎回取ってね、移動したりしてたんですけども、今回ね、塩抜きしてそのまんまボックスに入れていたらね、こういう感じでちょっと曲がっちゃったんですよね。でこれまたね、ブリスターパッケージとか入れとけばそのうち治るとは思うんですけども、いざ使おうっていう時にこう曲がっちゃってるとね、狙いのアクションが出ないっていうねこともあるので、ここら辺はね、しっかりとこんな感じでね、使い終わったら取って、一番最初についているブリスターパッケージにですね、しまうといいんではないかなということで、あとはね、予備のテールもついてたりするので結構親切設計になってますんでね、まあ折れ曲がっちゃったらちょっとしばらくね、予備のテールを使って、でその間にこれなんかまっすぐの癖をね付け直して、それで使った方がいいかななんていうふうに思います。釣り場でですね、こういう感じで、はい、装着してね、これでね使い出すっていうね、で釣りが終わって潮抜きも終わったよってなったら、外してね、持って帰るっていうね、こういうことをした方がいいのかななんていうふうに思います。いやー、ちょっとね、ズボラな性格が災いして少し折れ曲がっちゃったよ。はい、まあね、何にしてもね、このね、ダウズスイマー、まあ色問わずですね、どんな色を使っていてもね、ほんとね、反応がいいので、バスカラーのラインナップでもね、もしね、ちょっと買いづらいですかね、あんまり常に店頭に並んでるって感じではないので、バスカラーだったらバスカラーでもいいと思いますし、この白をパターン狙うときね、はたまた、海専用のカラーってのもね、3色、出ていますので、この白系のカラーですね、そんなところもね、あったらね、ぜひ買いだと思いますし、最近の我々の仲間うちではね、このね、白とね、紫の差し色が入ったこのカラーね、今年の新色っていうことですけども、これが非常にね大活躍してくれているんで、みんなね困った時はこの色って感じでね、投げてるなーなんていう印象がございます。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ジャッカルのダウズスイマー220ですね、これで、抜群の捕食バイトの瞬間が撮れたよっていう、ね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。